精霊病院は、リューベックのコーベルクにあり、1286年に完成したもので、世界でも最も古い既存の社会福祉施設の一つで、市内では最も重要な建物の一つである。これは、ローマのサッシアのサントスピリト教会を手本とした精霊病院の伝統に習ったものである。精霊病院は、1227年財団として設立され、中世では、 北ヨーロッパで最も重要な福祉のための財団となっていた。商人ベルトラム・モーンベグは彼が商いを営んでいたリガから戻ってきて、彼は市内の裕福な商人の一人だったが、レンガ作りのゴシック様式で建てられた精霊病院の最初の管理者になった。リューベックの視聴者のゴシック部分のメインモチーフはスリムな戦闘により胸が連なる姿であるが、これは 精霊病院にもそのまま受け継がれている。この戦闘は塔を登ることも何か別の方法で利用することもできず芸術的な理由でそこにあるだけである。戦闘は屋根の切り妻のジグザグとともにゴシック様式のシンボルとして機能している。中央の切り妻の屋根の目障りにも見える不自然な塔は後の時代に追加されたものである。病院は リューベックやその周辺の貧しい人々や病人の世話をするために、その他の施設を経済的に支援するために、物資の購入に充てるに足る収入とその周辺の多くの所領を所有していた。これはまた、1八百三年の帝国代表者会議主要決議までは、メクレンブルクでは、バルンハーゲムやアルトブコートクルムブルク、およびポール島の一部、ブランデン風前。 ノイホフ、セードルフ、ワンガーン、バイテンドルフのような病院村が所属していた。ホルスタインではボブスやシュボハヘルなどの村が病院の所領になっていた。1935年予想される領土再編とそれに伴うリューベック飛び地の危機に備えて商品の交換が行われた。市は以前は 病院が所有していたメンホフトファルケン風船の年貢を受け取った。地域内で精霊病院はベーレンドルフ、アルプスフェルト、ベーレンドルファー税の年貢を受け取った。また、現在シュトッケルスドルフの一部であるクラムベッカードルフも財団に属している。1986年、リューベックの市民は財団の所領は 有機農業の原則に従ってのみ管理されるべきであると決定した。病院の住民は修道院と同様の規則に従っていたが、彼らは食べ物を与えられ、17世紀以来年に8回温かいお風呂を与えられていた。宗教改革の時代には病院は世俗的な養老院に変えられた。これは今日までまだそのまま運用されている。 もともと病院の入院患者のベッドは広間にあった。18世紀には病院の1階と2階が病院として使われていた。1820年に1820年に性別に分けられた4平方メートルの木製の部屋が作られた。それぞれの部屋の上の方は開いた状態になっている。並んだ個室に沿って通路がある。小さな図書館と薬局もあった。 当時の住人の名前と番号は今でも部屋のドアに残っている。個室には1970年まで人が住んでいた。精霊病院は広報に基づく財団であり、リューベック氏によって新任運営されている。2007年、財団は旧ゲルトルーデ・ヘルベルゲの一部を自らの記念碑とするべく買い戻した。現在でも精霊病院の一部は、 養老院及び介護施設として利用されており、南側には歴史的な部屋がレストランとしても利用されている。そこから小道はケーニッシュトラーセの背後にあるコミュニティガーデンからベーンハウス博物館のガーデンサイドへと続いている。精霊病院は一年中訪れることができる。降臨節の11日間、11月の終わりから12月の初めにリューベックの女性と 文化協会は1968年以来毎年主に手工芸品を使ってクリスマスマーケットを開催している。150人の職人はドイツ、スカンジナビア、バルト諸国、イスラエル、ペルーから来ている。屋台は旧協会の前提、教会の小部屋、教会の丸天井の下にある。クリスマスの合唱は前提でトランペットの伴奏で行われる。 一週間経つと約30の出店者が新しい職人たちと交代する。市場はこの地域を超えた人気があり、5万人以上の来訪者がある。2017年の第50回クリスマスマーケットは振動の屋根の量が傷んでいるため、女性と文化協会は中止を宣言した。内陣寺切りの下のクロスホール北側にある二つの大番の中世の壁は。 1320年から1325年頃のもので、教会の大広間の雰囲気を決定づけている。西側のアーチフィールドは複雑な類型的なシーンを示している。ソロモンの玉座。ソロモン王が妻と母と一緒に座っている12のライオンに囲まれた王位の上に、天使に囲まれたキリストと彼の母マリアと一緒に別の王座がそびえる。 キリストは体感させた母親に、天の女王、または天使としての彼の支配に参加させ、彼女にユリの尺を手渡している。北の壁パネルの絵は、4人の伝道者のシンボルと、病院の創設者の円形の写真に囲まれた、高貴なキリストであるアルジナル救い主を示している。何世紀にもわたる上塗りの後、壁画は1866年に再発見され、 当時の知識の状態に応じて、画家のクリスチャン・ストールによって、油絵の具を使用して復元され、さらなる被害につながった。まだ絵の下にある壁の赤みの誤った解釈のために、ストールは、ソロモンの玉座のもともと青い背景を取り除き、その上を赤く塗った。1939、40年と1979年から1984年にかけて、 さらなる修復が行われた。しかし、壁画の衰退が進むにつれ、連邦研究技術省の研究プロジェクトの一環として、1990年から1995年にかけて詳細な調査が行われた。1999年まで、両方の絵画は、その過程で得られた知識に従って保存されていた。 精霊病院のために12の中世の墓石が生き残っており、そのうち内つが生き残っています。残りは間違いなく欠けています。ありがとうございます。